と九州タワーのテオス。大です。はい、ということで本日の動画なんですけれども、久しぶりに私ガスの購入品紹介していこうと思います。ありがとうございます。めちゃめちゃ久々です。久々です。はい。いや、なんかお買い物動画とか、はい、まあ先日あげたね、うん、まあこの今僕も今日入ってますけど、デニムの動画だけど、ああ大好評の、まあまあ大好評、はい、上げてはいるんですけれども、うん、まとめてご購入品とどんどんご紹介するのはね、はい、久しぶりかなと私思っております。ということでね、今回ご紹介するアイテムもヴィンテージのアイテムになっております。おお、ハマってますね。ハマってるね。やっぱ気分だね。本当にヴィンテージ今回3点。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 本当は2点のつもりだったんですけれども、今日たまたまえやつ見つけたんで、それを急遽追加して3点。3点。ご紹介していこうかなと思っております。はい。ということで、はい、早速1点目のアイテムご紹介していこうかなと思います。こちら。よいしょ。おお。1点目はこちらですね。ついに。ついに念願の。念願の。シャンブレのシャツですね。購入いたしました。言ってたもんね。言ってたね、うん、いやもう早く買えばいいのにと思うぐらい半年、いや1年ぐらい行ってたかも。いやまあそうだよね。あの、まあ、なかなかやっぱこういいのに巡り合わない、ズバリのはないですよ僕の中で。本当に探しててやっと見つけたのが、まあ、こちらという、うん、まあこちらですね、購入の経緯なんですけれども、はい、まあ僕が以前ですね福岡の方に出張行った際に、はい、福岡の古着屋さんで購入したシャンブレーのアイテムになっております。どうしよう、でもかっこいいね、このシャンブレ。本当ですか、うん、ありがとうございます。今まで見えてきたシャンブレの中で一番。いや、それは大げさ。ちなみにこちらですね、なんとですね、まあ、僕すでにちょっと着用などかしてるんですけれども、ね、まあ、デッドストックのアイテムでして、またも、はい、このように。ああいいね。フラッシャー付きです。いいね、ちょっと見せて。はい。あ、いいね。一応こういうのが付いてます。レトロなタッチがいいね。まあ、70年代の、まあ、シャンブレということで、はい、まあ、ポイントは、やはり C100 と。いうところですね。なるほど、そこを一応しといた。まあ僕の中では探し求めて。そうですね、まあ、あるにはあるんですけど、まあまあやっぱりこういい値段するやつもあるんで、まあ、あと形とね、そう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 、サイズと、まあなんか僕の中でこう手の出しやすい価格と形と、まあデッドストックで状態めちゃめちゃいいよっていうところが決め手になって購入したなと思います。まあここからまあ洗いかけていって、よりこうね生地のこうエッジグッドに楽しめていったらいいかなというふうに。でもね、やっぱ高尾さんといえばね、僕昔の高尾さん知ってるんで、もうシャンブレーシャツっていうイメージしかないんですよ。いやまあ確かにシャンブレーシャツめちゃめちゃ毎日着てた。まあ RPSA のシャンブレーシャツ大好きだったんで、毎日着てた。すげえ着てました。毎日着てたよ。やっぱそこにもルーツあるのかな、もしかしたらイメージは。そうだね、うん、まあ大満足というところで、続いて2点目ご紹介していこうかな。じゃあ2点目はね、はい、よいしょ、あれですね、今日買ったやつにしようかな、はい、タイミング的に。わかりました。はい、まあちょっと今日急遽ね、インスタ見てて、うん、お何やこれ、うん、これちょうど探してたやつやっていうのがたまたま入店時のとある古着屋さんに出てきたので、そちらをご紹介していこうと思います、はい、というのがですね、はい、こちら、よいしょ、まあ、紙袋じゃピンとこないかな。まあとある古着屋さんっていうのが、あのアームズさん、はい、それこそ僕がこのデニムを買ったところなんですけど、もうそこにね、またアムさんらしいセレクトのヴィンテージのアイテムがあったので、はい、そちらをご紹介していこうかな。こちらです。よいしょ、よいしょ、あ、はい、まあいわゆる、まあ、チャンピオンのカットソーですね。ただこれね、何がいいのかと、いや、あるやそこら中にと思う方ね、2、3人おられるかと思うんですけれども、こちらなんとサイズが 3XL バカでかいっていう、もうアホみたいにでかいっていうところが超ポイントです。で、謎に V ネックっていうね、まあ新品のアイテムとなっております。まあ年代はね、80年代のもので、まあザな感じがすごくいいな。プリントはね、3段とアーチロゴになってまして、まあノートルダムというね、ロゴがこちらに書いてあります。いいね、カレッジティー。そうだよね。いや、これもう似合ってた。似合ってた。めちゃめちゃ似合ってた。まあ、インスタで見てるときは、この V ネックの開きの具合はどうなのかなって少し心配をしたんですけれども、まあ、試着してみると意外と、まあ、ありかなというところで、割と、まあ、ほぼ即決でしたね。やっぱね、この間はちっちゃいの多いんですよ、うん、本当に。というところで、やっとこのね、やっぱ 3XL っていうのはかなりバカでかいスライダーなんですよ。
うん、それに巡り合ったところでね、かなり個人的には大満足してきたというところではございます、うん。なんか個人的には、先ほどご紹介、シャンブレのインナーとかにも、ああ、なるほどね。思っていた。確かに羽織ってた。うん。よかった、あれ。思ってないのか。最後、夏、駆け込みの。そうだね。行っちゃってる。そうだね。まあ、ちょっとしばらく愛用していこうかなと思います。はい。というところで、はい、かなりですね、すでに大満足で、はい。はい、もうすでに大満足ですよね。もう2点でもいいのかなと。いや、ほんと欲しかったって言ってた2点ですからね。そうだね。うん、ずっと探した2点なんですけども、はい、ラスト、ラストのアイテム、3点目がですね、はい、またこれも、かなりお気に入りの。おこちら、よいしょ。おー、アウター。アウターですね。アウター。今年初アウターです。なんやこれ。いやー我慢できませんでしたね。すごい。こちらですね、まあ、見た方、うん、知ってる方とかピンとくるかなと思うんですけれども、まあ、イギリス軍の、まあ、サスのコンバットスモックになってます。まあやっぱりこうちょっと黒いアウターが欲しくって、ああ僕的には。で、ちょうど、まあ、ベルリアに入荷があったので速攻買いましたいいね、ちょっと近代もの。そうですね、年代では多分80年代とか90年代のアウターかなと思うんですけど、ね、なんかそんなに重さのないあのアウターだね。そうだね、うん、一応、まあ、生地で言うと、まあ、いわゆるリップストップですね、うんうん、になっていたりと、まあ、あとはまあ細かいディティールで言うと、うん、腰回りにドローコード入ってたりとか、まあ、フードにワイヤー入ってたりとか、うん、いやいや、まあ、でもポケットね、まあまあまあ、まあ、ポケットもね、でかいポケットが、まあ、4つ、いや、もう全然かっこいいよ、めちゃめちゃ、うん、まあ、なんか本当にちょうど僕はこれがのオーバーサイズなものをガバッと羽織って、はい、秋冬楽しみたいなと思っていたので、うん、あ、ちょうどズバリなところが来た。なるほどね。まあ、黒のアウターで言うと僕、テンシーとか持っているんですけど、うん、あれはちょっと丈が、ね、少し、まあ、まあ確かに確かに。短めなんで、まあちょっとこういう少しミドルレングスの、ショートのね。まあまあまあ、そう、丈感がいいかな。なんかイメージで言うと、なんか、秋葉原とかテーラーのジャケットの上とかから、ちょっと羽織ってもかっこいいかなっていうイメージはあって、まあ、なんかミリタリーもので黒ってあんまりないから。いや、そうね。まあそこがポイントかも、ね。まあそこもでかいかなっていうところ。うん、本当にこれね、ゆくゆく、まあ多分着画の方出てると思うんですけれども、まあ、かなりキュートかっこいいので、はい、ぜひですね、まあ、まあ、ベルーリアの方にも、在庫ございましたら気になる方はですね、ぜひ店頭話を運んであげると嬉しいかなとは思っています。というところで、はい、はい、今回ですね、このような感じで、うん、シャンブレーカットソーアウターとね、うん、3点のアイテムをご紹介させていただきました。結構いいところ行きましたね。まあ、僕の中ではかなり大満足な、ね、いいバランスの、うん、というところでね、はい、以上なんですけども大丈夫でしょうか。大丈夫です、はい、ということで皆さん、こちらの動画いいなと思った方はぜひグッドボタンとコメント、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では皆さん、またお会いしましょう。バイ。